よう、俺と同じ牢に入れられるとは、お前も相当運が悪いな。まあいい。そんなことより、薄暮れ中で退屈してたところだ。この俺と一つ腕試しでもしてみないか？お前とだったら楽しめそうだぜ。俺の名はレブロブス。シャバにいた時には最強の白き羽なんて呼ばれたこともあったわな。お前もこの待合室に入れられたってことは、俺と同じ7つの大罪を犯した死刑囚なんだろう。なんだ、知らなかったのか。この場所は生贄の待合室と呼ばれる死刑囚たちの吹き溜まりなんだぜ。そこのデカブツさんよ、知る者は言わず、言う者は知らずって言葉知ってるかい。真実なんてものは、いつも事件の当事者は知らねえ方が幸せなもんさ。なんだてめえは。俺の名はガイウス。人は俺を疾風のガイと呼ぶ。さては貴様、貧乏人から正義の味方だなどとおだてられ、200人以上もの権力者の家を襲っては惨殺を繰り返し、あまつさえその盗んだ金をくだらない貧乏人どもに恵んで歩いたって噂のあの偽善者のガイか。仰ぎて天に恥じず、本来捕まりさえしなければ盗みも殺しも黒き羽の連中が称賛している行いさ。問題は俺の羽の色が白だという現実があるだけに過ぎん。俺は今まで自分の行動を少しも恥じたことはねえ。だが俺も前に聞いたことがあるぜ。パンデモニウムの町にいた奴隷の分際で自分の主人である領主をも殺し、この世には初めからありもしない自由とかいうものを追い求めてさまよい歩く腕力バカの逃亡奴隷レブロブスとかいう世間知らずの名前をな。なんだと貴様。うるさいぞ貴様ら。大体この棒の警備をするはずのピリポのバカはどこにいるんだ。僕はここにいます。貴様、
また怯えて隠れてやがったのか。てめえはどうしてそう臆病者なんだ。こっちまでイラついちまうぜ。あのピリポって監視はよ、生まれついての臆病者なんで、他の監視たちからいつも手ひどくいじめられてるのさ。弱虫野郎め、いつもいいようにやられやがって、虫唾が走るぜ。ふん、黒い羽を持つ奴らにとっちゃ弱者であること自体がすでに罪深いことなのさ。俺たちは牢獄に入れられるような犯罪者だが、あの弱虫のピリポに比べりゃ100倍はマシかもな。さすがは七つの大罪をあえて犯すようなモラルの低い極悪人どもね。このプラハ様が獄長を務める牢獄内で騒ぎ立てるといい度胸してるじゃない。殺すんならさっさと殺しやがれ。殺せですって。世の中殺されるよりあえて生き続けなければいけないことの方がよっぽど苦しみが多いものよ。それに今この瞬間にも飢餓や戦で世界中の人間が何百万人もボロクズのように死んでってる。人の命なんて、ましてやお前たち白き羽の奴隷の命なんて、パン一枚の価値すらないというのに、あんたたちが死刑なんて軽い刑罰で済まされるわけがないじゃない。正義、自由、挙句に愛ですって。この世のどこを探せばそんなものがあるっていうのよ。中でも愛なんていう目に見えない最大の偽善を自分の飼い主に信じ込ませ破滅の道に追い込んだあんたの罪は万死に値するわ。監視兵、これ以上彼らが騒がないようしっかり見張っておきなさい。いいかいゲニアども、この奥の独房にはお前たちなど本来なら足元にも及ばないようなやんごとなき身分のお方が入っていらっしゃるのだ。これ以上騒ぎ立てるようなら容赦はせんぞ。やんごとなきお方だと、くだらねえ。そういや聞いたこともある。確か何年か前に太陽の神殿と呼ばれる神殿の大神官が権力争いに敗れ、このゴルゴダの牢獄の中に閉じ込められたって噂だ。ああ、大神官だ。神官がどれだけ偉ってんだ。そこの筋肉バカは知らねえだろうが、黒き羽の連中は自分たちを神話の中に出てくる創世紀戦争で勝ち残った神の子孫だと考えてやがる。そんな黒き羽の連中の中でも特に大神官と呼ばれる奴らは神々に最も近い存在として脅威と戦慄の対象だ。何せ大神官って奴ら頭に角が生えている上に常人には考えられねえような魔導の力が使えるって話だからな。嘘くせえ。そんなにすげえ力があるんならとっくにこんなところから逃げ出してるはずじゃねえか。デマだよデマ。どうせインチキくせえほらジジイに決まってる。第一ここは悪名高い生贄の待合室なんだぜ。こんな牢ぐらい出ようと思えばいつでも出られるわい。わしの悪口を言うときにはもっと堂々と大声で話してもらいたいもんじゃな。誰かが誰かの悪口を言う場合には大抵その相手の優秀さを心の底では嫉妬しておるという何よりの証じゃ。
それに今日のところはお主たちもそろそろ床についた方がよかろう。これ以上騒いでおるとまたぞろそこで怯えている臆病者の看守が痛い目に遭わされそうで見るに耐えぬ。お主たちとて弱い者いじめをいつまでも見物し続けるのが本意ではあるまい。バカらしい。俺も寝るぜ。正義？自由？挙句に愛ですって？この世のどこを探せばそんなものがあるっていうのよ。あなたたちの言うように、私の思いは一方的なものかもしれない。でも、それがどんなに罪深くても、私は、私は彼を愛しています。眠れないの？随分とうなされたんで心配したんだ。あんたはいい人なのにどうしてこんなところに入れられたの？そっか、あんたのご主人様は僕らと同じ黒き羽なのに白き羽の奴隷であるあんたのことを好きになっちゃったんだ。異端審問官の目の前で愛なんて言葉を恐れもせず口に出しちゃうなんて、そんな勇気僕には想像もつかないよ。それって本当に発情でも執着心でも所有欲でもない特別な感情なんだよね。黒い羽の僕らの間でもごく稀に親兄弟なんかの間でそれに似たような感情が芽生えるって聞いたこともあるけど、それだって自分の子孫を後世に残すための単なる種族保存本能なんだって僕らは教わってきたよ。自分のご主人様が心配でそれであんたはここを出たいのか。僕にはその愛とかいうものがなんだかよくは分かんないんだけど、なんか羨ましい話だ。僕は比較的裕福な黒き羽の家に生まれたおかげで今はまだ七つの大罪の一つ弱者の罪には問われないでいるけれど、生まれつき体の弱かった僕を両親は周りの人たちに見られたくなくてわざとこの日の当たらない地下牢の看守にしたの。僕のことを知られたら自分たちが困るから。ねえ、愛って本当にこの世にあるのかな？早く逃げなよ。さっき僕がみんなにいじめられていた時、君だけが僕を笑わなかった。他の監視や黒い羽の囚人たちだって相手にもしやしない。臆病で体の弱いこの僕の話を君だけが真剣に聞いてくれたんだ。僕みたいな意固地なしはほっといたってそのうちみんなになぶり殺される。両親も初めからそれを望んで僕をこの場所に入れたんだ。なんだか君が羨ましい。もしも僕が君たちみたい健康な体に生まれ変われて、それで僕にも愛するご主人様が現れるんなら、たとえ君たちのような奴隷階級の白い羽に生まれ変わったとしてもきっと僕は後悔しないのに。ねえ、
愛って、愛って本当にこの世にあるのかな。間違いない。あれこそは邪神の、大邪神の復活を表す救世主の証。あれだけ痛かった体の傷が完全に治ってる。おい、ピリポン、お前、その背中、羽の色が真っ白になっちまってるぞ。僕はどうしちゃったのかな。何をしておる。早くそこから出るんじゃ。急いで逃げ出さんと他の監守どもがすぐにやってくるぞ。何がどうすれば、僕はどうしたらいいんだろう。そんなこと決まってんだろ。お前も一緒に脱獄すんだよ。こんなところで白い羽に変わっちまったお前を見つけて、あの監守どもが黙って放っておくわけがねえだろうが。いいから早く他の牢も全部開けろ。俺たちだけじゃさすがに手が足らねえ。だけど僕には。お前も俺と一緒にこいつのご主人様とやらを助け出して、その顔を見てえとは思わねえのか。こいつの飼い主だってんだ。さぞかし邪悪な顔つきをしてるこったろうぜ。気を引き締めよ。奴ら現れおったぞ。